スタートしました。ちょっとバラバラっとダッシュがつかなかった馬がいますが、外から14番の第一ビルで先頭でダートコースに入りました。15番のウィングラビティ追って9番のヒラリア、さらに内から5番のリネンスイフト先団を形成、残り 1000m 切りました。あとは3馬身後方に外からグランツが追走して、さらに内から4番の中山ボルト上がっていって今3番手グループに接近、その後ろから追い上げて12番の藤正レジェンド、3コーナーカーブ残り800切りました。5馬身ぐらい離れて1番の東海リーブル以下ですが、東海リーブルあるいは2番トレランシア、3コーナー回って5馬身さらに下がって8番望郷の念、あとは大きく遅れて後方グループには11番アポロダイナスティ、あとはアイファーカウント残り600切って 3,4 コーナー中間、13番スパーキードリーム、さらに遅れて3番レッツサッチャーが追走です。先団グループは残り400の標識、4コーナーカーブから直線に向いてウィングラビティが先頭を奪って直線コースに向かいました。第1ビルで懸命に内で食い下がっています。もう一度盛り返しました。3番手ムチが入る4番の中山ボルト、残り200を切って現在3番手です。あと4番手グループから外から9番のヒダリアスが追い上げに入っていますが、さあ前の2頭の接戦、14番対第1ビルで追っかわして、もう一度ウィングラビティ先頭、ウィングラビティ先頭でゴリ、14番第1ビルで2着、3着に4番中山ボルト残りました。